おはようございます。よろしくお願いいたします。読み人。その金持ちは。今。 自分はたくさんの金を払って時計を求めることを心の内で誇りとしました。今日から村の者たちは万事の集まりや約束の時間をこの時計によってしなければならぬと思ったからであります。この時計は狂うようなことはないだろうな。と金持ちは 時計屋の番頭に尋ねました。決して狂うようなことはありません。そんなお品ではございません。と番頭は答えました。それなら安心だが。と金持ちは微笑みました。この店の時間は間違いがないだろうな。 と金持ちはままたた聞きました「決して間違ってはいません。標準時に合わせてございます」と番頭は答えました。それなら安心だ。と金持ちは思ったのであります。